今回は日本の軽自動車大手のスズキが開発した R06D エンジンについてです。スズキ自動車が開発した R 型エンジンはスズキによって製造される排気量 660cc の軽自動車用のエンジンです。 R 型エンジンは2010年12月に R06A 型として初登場しましたが、2020年により進化した R06D 型が登場。高い燃焼効率、フリクションによる損失の低減、徹底した軽量化を実現し、業界を驚かせています。そこで今回は、このスズキの R06D エンジンについて深掘りしていきます。動画の後半では、R06D エンジンの搭載車も紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速見ていきましょう。スズキが開発した R 型エンジン。まずは R 型エンジンの歴史について軽く説明をしていきます。スズキは2010年12月にエンジンを16年ぶりに新規開発しました。それまでは K 型というタイプのエンジンが生産されていましたが、新規開発されたエンジンは R 型とネーミングされました。 K 型エンジンは1994年に登場したスズキの主力エンジンで、2018年に生産が終了するまで軽自動車から中型車までスズキのほぼ全車種に搭載されていました。具体的な車種名としてはワゴンワール、アルト、アルトワークス、ジムニー、 MR ワゴン、エブリーなど多岐にわたります。その出力は 660cc で軽自動車標準の64馬力でしたが、後に改良され80馬力を出すモデルも開発されています。このエンジンは3気筒で1気筒あたり吸気が2個、排気が2個の4バルブを採用しています。 K 型エンジンは燃費と耐久性について定評があります。そして R 型エンジンは K 型エンジンの基本を承継しつつ、それをさらに発展させたものになっています。R 型のピストンは1個あたり 96kg、 コネクティングロッドは 336kg とより軽量化しています。ピストンやコネクティングロッドなどの周辺部品をすべて外し、残ったエンジン本体の重さはわずか 51.9kg となっています。クランクシャフトもより細軸化し、バルブシステムの構造やレイアウトの見直しによって、この軽自動車用のエンジンとしては最高水準の軽さを誇ります。また軽型と比較してストロークを長めに設定し、吸気ポートの形状を改良、燃料室の形状も変更したことで燃焼速度と燃焼タイミングを最適化しています。このほか新型点火プラグの採用やシリンダーヘッドの冷却装置を改善したことで、燃焼室の圧縮比を自然吸気で軽型の 10.5 対1から12.0 対1に大きく改善しています。燃焼室の圧縮比が高ければ高いほど排気に流れる圧力が少なくなるので、燃焼効率が良くなり燃費が向上します。さらにシリンダーブロック周辺の剛性を高め、トランスミッションや補給類とシリンダーブロックの取り付け部分の剛性も強化。これにより軽型で問題となっていた取り付け部分から発生する騒音を大きく減少しています。第2世代エンジン R06T。 2019年にスズキ自動車は当時の人気軽自動車ハスラーをフルモデルチェンジして2代目ハスラーを登場させました。それに合わせて R 型エンジンにも改良を加え、 R06D 型を登場させています。R06D は R 型エンジンとしては2代目なので、 R 型エンジンの第2世代エンジンということができます。 R06D エンジンには初代の R06A エンジンと比較すると次のような特徴があります。まずデュアルインジェクションシステムが採用されています。これは1気筒につき2本のインジェクターによって燃料噴射を行う内燃システムのことを言います。インジェクターとは空気にガソリンを混ぜて効率よく燃焼室に供給する装置です。スズキではインジェクターに電子制御装置を導入し、燃料効率から見て
最適なタイミングで燃料噴射が行われるように調整しています。次に第二世代エンジンにはクールド ERG が搭載されています。 ERG は吸気システムの一種で、エンジンから出る排気ガスの一部を吸気と混ぜて再利用するシステムです。クールド ERG は ERG の排ガスの循環パイプの間に水冷式のクーラーを設置して燃焼温度を下げ、窒素酸化物の排出も抑える ERG の改良版です。 ERG によって酸素をほとんど含まない再利用の排ガスが外気から取り入れた吸気と混ざるため、吸気の酸素濃度が下がります。この ERG は当初は排ガス規制のために導入されました。燃焼効率を高めていくと燃費は良くなりますが、排出される窒素酸化物が増加して排ガス規制をクリアできなくなります。そのため吸気に含まれる酸素を減少させて燃焼効率を下げると、排出される窒素酸化物が減少して排ガス規制をクリアできます。 ERG を導入すれば吸気に含まれる酸素が減少するため燃焼温度が下がり、燃焼効率は下がりますが排ガスがクリーンになります。エンジンの燃焼温度を下げるには直噴する燃料を増加し、余剰燃料の気化熱を利用する方法が一般的でしたが、 ERG は燃料を増やさなくても燃焼温度を下げることができます。排ガス規制のために燃料を使う必要がないので、 ERG により燃費が改善します。さらに排ガスの循環パイプの間にクーラーを設置しているので、より効率よくこのシステムを運用できます。 R06A と R06D を比較した場合、 R06D が高圧縮比価が測られています。圧縮比とはピストンの最も上がった時に残された空間、燃焼室の容積のピストンが最も下がった時のシリンダーの容積と燃焼室を合計した容積に対する比率です。この圧縮比が高ければ高いほど、ガソリンと空気の混合気が爆発した時の膨張率が大きくなり、出力が上がり燃費が良くなります。 R06D の方が R06A よりも圧縮比が高いので、その分高出力で燃費が良くなります。熱効率が 37% にアップ。 R06D エンジンの熱効率は約 37% と、日本製の軽自動車で最高の水準となっています。熱効率とは、熱機関に与えられたエネルギーのうち有効に仕事をするエネルギーとして取り出される割合のことを言います。 R06D エンジンの熱効率が高いのは、圧縮比が12対1と高いことと BS 比が高いことがその理由です。圧縮比については前の見出しで説明しましたので、 BS 比について説明します。 B とはシリンダーの内径のことで、 S とはピストンの移動量のことです。ちなみに排気量はボア、ストローク、ピストン数で決まります。ボアよりもストロークが長いエンジンをロングストロークと言います。反対にボアよりもストロークが短いエンジンはショートストロークと言います。ロングストロークはエンジンの回転数が同じだと、ショートストロークと比較するとピストンの上下運動の速度が速くなります。そのため低回転域で大きなトルクを発生し、実用面で使いやすいエンジンとなります。またロングストロークの方が燃焼ガスのエネルギーを効率的にピストンに伝えることができるので、燃料効率がアップします。12対1の圧縮比とロングストロー化によって R06D は軽自動車で最高水準の熱効率を達成しています。またロングストローク化によりバルブの口が狭くなることで給排気の能力を制限し、エンジンの回転数の急激な上昇および燃料室の急激な温度上昇を防ぎます。これによりノッキングを起こしにくくしています。 R06D の搭載車はスズキの新型エンジン R06D の主な搭載車をご紹介します。まず2020年に2代目ハスラーに R06D が搭載されました。ハスラーの X グレードは
150万円から170万円の価格帯となっています。そして同じく2020年1月、6代目ワゴン R に R06D が搭載されました。ワゴン R の FX グレードは120万円から130万円の価格帯となっています。 R06D の搭載車種は鈴木公式サイトの価格・グレードというページから確認できるので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。皆さんは R06D エンジンに関してどのように思いますか？ご意見、ご感想、コメント欄でお待ちしております。また自動車保険を簡単に一括見積もりができるサイトを概要欄とコメント欄に貼っています。年間3万5000円も安くなるケースもあるようです。最短3分ほどの入力で見積もり依頼ができるようなので、今より自動車保険を安くしたいという方はぜひそちらもチェックしてみてくださいね。さらにこの動画が良ければ、いいねとチャンネル登録をしていただけると大変励みになります。 X と LINE でも発信していますので、気になる方は概要欄をチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。